源氏物語源氏物語各条のあらすじ、妻妻は、源氏物語五十四条の巻名の一つ。第十二条。おぼろずき音の中が発覚し、追い詰められた光源氏は貢献する闘宮に類が及ばないよう、自ら妻への退居を決意する。左大臣家をはじめとする親しい人々や富士壺に、糸まごいをし、闘宮や、女君たちには、別れの文を送り、 一人残してゆく、紫の上には、領地や財産をすべて託した。住まへ立つ直前、かつて彼が、青い祭りで直使を務めた際に、仮の随身として仕えていたことがきっかけで、源氏と親しくしていた女王の蔵人が現れ、私もお連れくださいと随行を志願。彼もまた、源氏と親しくしていたことで感触を罷免されて、しまったのだ。彼も友を許され、 妻へ行くことに。妻の詫び住まいで、源氏は、都の人々と頼りを交わしたり、絵を描いたりしつつ、寂しい日々を送る。つれづれの物語に、明石の君の噂を聞き、また都から頭中将がはるばる訪ねてきて、一時の再会を喜び合った。やがて三月上司の日、海辺で払えを取り行った矢先に恐ろしい嵐が、妻一体を襲い、 源氏一行は皆恐怖におののいた。連日のように続く、豪風雨。眠れぬ日々を過ごす源氏一行。ある晩、二条院から紫の上の使いが訪れ、紫の上からの文を読んだ源氏は、都でもこの豪風雨が発生していることを知る。この悪天候のため、薬除けの二王会が開催されることになり、都での政治は中止されていることが使いの口から明らかにされた。 とに残してきた家族を案ずる、源氏たち。源氏は、かつて、出会って間もない頃に幼い紫の上が住んでいた、屋敷で、宿直したことを思い出していた。源氏物語の起こりなどいくつかの途中には、源氏物語が、現在冒頭に置かれている、切りの薪から書き始められたのではなく、この、妻の薪から寄出されたとする伝承が記録されている。 四つ辻吉成の川海省には、村上天皇の王女戦な内親王から新しい物語を所望されて石山寺にこもって構想を練っていたところ、8月15日夜、琵琶湖の湖面に映った月を見て、源氏物語の構想を思いついて須磨のの、妻の牧の今宵は十五夜なりと母子出てと書き始めたとしている。ただし現在では、妻の牧から寄筆されたとする伝承は、 事実に基づくものではないと考えられている。ありがとうございます。